はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル強化春泳、今回は投手でやっていきたいと思います。で、コーチから左キラーを取りに行きますので、まずはね、セイラちゃん連れてきてます。セイラちゃんはデート4回目で対左のコツをくれるのと、5回目のねデートでランダムでねコツを2つくれるんですけれども、そこでうまくいけばさらに対左のコツをもらうことができます。とあと阿久津くんですね。阿久津くんは2月の1週以降の呼び戻しで、対左のコツをくれるので、まあね、セイラちゃんがどれだけコツをくれるのかにかかっているんですけれども、まあ、なるべく高めに、コツは取得していきたいと思います。とあとセイラちゃんのね筋トクが強心臓になっているので、やっぱりねタイピンのコツも欲しいので、一応タイピン枠としては犬木くんを連れてきてます。で、鳴宮の方もね、タイピンは持ってるんですけれども、少しコツが多めなので、まあ、できれば、犬木くんからもらって、まあ、鳴宮はね一応予備ということで、鳴宮と神楽坂くんはねわりかし、コツが被ってるので、まあ、ここも、お互いをフォローできるというところと、レンちゃんはね、まあ、単純に呼び戻し不要ということで入れてきてます。で、鳴宮の枠をねちょっとねやっぱり本当にタイピンを安定させるっていう形にすると、まあ、暁守もね、やっぱり候補に入ってくるんですけれども、まあ、ちょっと暁守は金徳がね、不確定ということもありまして、今回はちょっと金徳優先で鳴宮を連れてきてます。まあ、だからここの枠はね他にも候補がお姉ちゃんとかでもねいいと思うんですよ。お姉ちゃんは、まあ、一応呼び戻しでタイピンのコツをくれるの で、あとはちょっと犬木からね、ちょろっともらえば、まあ、OK というところもあったりするので、まあ、ここの枠はね、少し悩みました。で、結局、まあ、鳴宮を連れてきてます今回は。じゃあこれで、やっていきましょう。まず練習はもう変化球だね。まああとね、入れ替え試験はやっぱり全部満点で通過したいけど、どっかしらでねどうしてもね打たれるんだよね。多分ね結構レベルは高いですよね、まあ、コンピューターの打撃レベル分かんないけど、そんな気はします。コツ鳴宮、鳴宮くんちょっと久しぶりだな。さっき見たけど何があったっけ。勝ち運か、勝ち運は潰せないね。まだセイラちゃんねクリスマスで勝ち運くれるんですけれども、どうだ、タイピン、よし、まあ、最悪の3まではつかめたんで、だから結構精神ポイントがきついかもしれないですね。この編成はどうしても強心臓が重いんで、体力が微妙だね。これは体力が微妙だけどね、レンちゃんとかがね自己紹介で体力回復してくれる可能性があるんで、ここは誰もいないけどメンタルやっときましょう。で、セイラちゃんと、セイラちゃんはねデートとかでも割とコツをいろいろとくれるキャラクターなんで、あと通常イベントでね選択肢によっては低めのコツもねもらえるので、まあ、そこはちょっと犬木と、そうだね犬木の練習状況と見て低めをいつ潰すかは決めていきましょう。まあ、犬木くんはねちょっとポーカーフェイスがあるんで、低めつかめましたね。だったらセイラちゃんは逃げ球を取っておこうかな。で、変化球は今いくつ、マジではね忘れるからね、取っとかないと、せめて1は取っとかないと。さて、お、ここはいいね、評価上げ的にいいね。で、レンちゃんは、まあ、もちろん投手で来てるので今回は彼女にしないので、クリスマスはねどうしてもセイラちゃんで行ってもらわないといけないので、セイラちゃんの評価を最優先に上げていきましょう。三軍と、まあそりゃね初期状態の主人公能力低いからね、マジで共感しておこう。神楽坂くんのねこのイベントは体力もね依存してるみたいなんで、マジで体力がない時に来ると
1回目とか失敗したりするんですよね。あ、脱三振、帰ろう。で2回目も失敗するっていうことはやっぱりほぼないですよね。はやっあー失敗した。あとやる気か、やる気もね関係してくるみたいなんで。ここら辺はちょっと体力が低めになっちゃうからな。闘志、お、セイラちゃんありがとう。そして告白は来ましたね。幽霊ってさ、そんなにそこら中にいるの？まあそりゃいるかいないかって言われたら、まあそりゃ俺はいないと思ってますけど、セイラちゃんのいるところにね、ところどころ出てくるからね。ここどうしよっか、ちょっと野菜にしとくか。技術を稼いでいきましょう。まあ左がねあるんで。あ、バント封じ、寝よう。阿久津くんの挑発か、これどうしよっか。これはね体力がねめちゃくちゃ削られるんだよね、どっちもどっちは。阿久津の言う通り、よし、やる気アップ。雑用をやってコツがもらえるっていうのもよくわかんないよね緊急当番、あれかな、雑用やってたらいきなり呼ばれたから緊急当番コツをもらったのかな。おー、ちょっと来てくれーみたいな、投げてくれーって言ってこいつ一日中食ってるよねこれそんなんでいいの本当に、この野球部は。コーチは何を思ってたんだろうな、あいつ野菜ばっか食ってんなみたいな。コーチをあげるかレンちゃんをあげるか。敏捷ポイントがないね。敏捷ポイントがないんで、ちょっと一回じゃあコーチと練習しておきますか。この百物語でね、下の選択肢を選ぶと低めがもらえるんですけど、まあ低めはもうちょっと取ってあるんで上にしましょう。低めのコツがなければ下にして、で低め自体はねそんなに経験点を使うものじゃないんで、1で潰しちゃって、まあ居抜きのねタイピンを安定させるっていうのもありですね。次が試験だよね。ということは変化球を、まあ、フォーク2にしておきましょう。デートしておくか。ここってやる気が下がるんだっけ。やる気が下がるとね変化量とかも下がるからね。下がるっていうか下がるわけではないんだけど、絶好調に比べれば下がっちゃうからね。ちょっとレンちゃん一回上げておくか。もうレンちゃんの通常イベント2回起こったからね。よし、ラブパワー。健康グッズはね失敗するとちょっと痛いんでやめておきましょう。で5球勝負。ここもねあんまりね角を狙いすぎるとね、コントロールミスでボールになったりするんで、投手はねボール1球出しただけでも経験点がすごい下がるんで本当にきついっすよね。堀江くんミート勝ちだね。これ今結構ずれたよね。これ4球目、これも結構ずれた。あぶねー、ファールか、持ってかれたかと思った。よし、初回はとりあえず満点通過。いやこれほんとすごいよね、100100100100って。これが4回あるからね。でまあちょっとマジで何にもやることがないときは、まあ、呼び戻して、一般人を呼び戻しておきましょう。犬木、まあ、あたりをね呼び戻してもいいとは思うんだけど、犬木は確かね重い球をねくれるんで、
この編成だと重い球は結構貴重なんで。コーチの評価を上げていきましょう。で、レンちゃんの告白、これは振ります。俺は一途なんでね、セイラちゃん一筋なんで、ごめんね、レンちゃん。ダメー、もっともらしいこと言ってるよな。もっと正直に言えよ。俺はセイラちゃんと付き合ってるから君とは付き合えないって。タイピンってちなみに3だといくつ？うわ、100くらい使うのか。やっぱり結構使うね。いない、いない、いない、いない。まあ、いないからデートしとこう。セイラちゃんのデート状況ってどうなんだっけ？あんまりね、頻繁に使う彼女キャラではないんで。とりあえず4回目で対左がもらえるっていうことは調べたんで。というか対左くれんの誰かなって思って見てたらセイラちゃんがいたから使ってみようっていう、そんな流れですね。コーチ、追加は発生しなかったね。速球対抗心とかちょっと珍しいね。まあ、一応アドバイス聞いておきますか。これも確か体力が下がったと思うんだけど、あれ、ちなみにここの高校ってさ、監督評価どうなんだっけ？ちょっと追わないと危険になるんだっけ？呼び戻しとかでも監督の評価上がったよね、確か。そんなに気にしなくていいんだっけ？なんか久々で忘れちゃったな。とりあえずコーチだな。いけるいける、これまだいける。ちょ、もう一回やっとく。いや、これもいいよね。15 15 15 15って。ああ、小平君ちょっとタイミングがよろしくないね。次がね、クリスマスなんで結局は回復するっていう。するよね、セイラちゃん。セイラちゃんマジで分からん。マジでたまに体力回復しないキャラとかいるかね。カチューン、カチューンはあれ取ってないよね、まだ。闘志、ナルミアがね、闘志を持ってるんだけど、精神をな、今回使うからな。カチューンを潰しちゃっておこう。で、あれ、次とかもう試験になるんだっけ。ちょっとフォークを3にしておきましょう。フォークを3にして、まあ、普通にカーブにしよう。で、また守備にコーチがいるのか。どうしようかな。レンちゃんの評価を1回上げておくか。コーチを、おお、これは何回いける？もう1回いける？やろう。これもう1回いけんの？もう1回やろう。おー、80だからね、20だったらでかいよね。で、ここは普通に野球が上手くなりたいと。大凶。マジか。まあでも精神ポイント20もらえるのか。マイナス要素はそんなに多くないですね。ちょっと 2% だから、なんか敏捷ポイントは結構余りそうな気はするけど、レンちゃんやっとこう。よし、ここも通過したいね。まあ、野手はね、後になればなるほど簡単になりますけど、パワーとかミートとかが上がるんで。投手の場合はね、自分が強くなってもね、打たれるときは打たれるからね。なんかバットに当てられると本当怖い。別にさ、フォークのレベルが5だとしてもさ、打たれるときはもうポコーンって打たれるから。はい、あー、危ない。
よーし、2回目も満点通過、安全圏と。少し能力を見ておく。コントロール C くらいに上げとくか。球速もなんとなく135くらいまでいける。スタミナも D くらいにしとく。で、変化球は1つの方向をね、そんなに伸ばすっていうことはしないです。俺もね、ちょっとケチくさい性格してるんで。ほら、強心臓とかが発動すると変化量とかが増えるじゃないですか。でも、もともと変化量が7とかになってると、その強心臓とかね、奪三振のね、恩恵が受けられないんで、なんか嫌だなっていう。極論すると、変化量77だった場合ってタイピンとかが変化量上がんないじゃないですか。そういうのがね、ちょっと嫌なんですよね。ここは回復するか。経験点はそうでもないね。デート経験点は、レンちゃんも安定の4まではやっておく。チャンスがあるときにレンちゃんと練習して、まあ、そっぽ向かれてるけどね。ここは微妙な感じだね。 6% か。なんか怪我しても嫌だからな。でも次から呼びぼのしが始まるんだよね。コーチやっとくか。ほら、く来た。10ずつ下がるんだっけ。やる気も下がるけど、サイガがやる気を回復してくれた。さてさてさて、これもちょっとね、もうセンス丸を期待するよりセンス×にならないことの方が重要だからね。マジでセンス丸とかないからね。これ1回だけなったことがある気がするけど。うおー、マジかよー。危ねえ。ほんと怖いわ。レンちゃんもう大丈夫ですね、ほっといて。じゃあ呼び戻しを始めていきますか。まあ、ナルミヤとかはね、ちょっと勝負しないといけないんで、少し能力を上げたい気もするけど、変化球を上げられないか。まあ、安定している方から呼び戻す。犬木君から呼び戻そう。で、犬木は重い球をくれるので、結構いいですね。あと、後入れが消化できるかどうかっていうところだね。バレンタイン。どんな味がしたの？ちょっと待って。甘すぎる。甘すぎて舌がしびれてきて、しかもなぜか遅れて苦味が出てきた。あ、根性遅れるんだ。呼びましょう。阿久津って勝負ないよね。神楽坂くんもないよね。神楽坂くん。で、神楽坂くんは確か低め遅れるはずなんで、これで低めは潰しちゃいましょう。よし。よし、オッケー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 。まあ、神楽坂くんは前イベなんで、そう、今回は前に後4だったはずなんで、まあ、1回伸びたところで大丈夫だけど、キレだね。阿久津からちょっとキレをもらっとかないといけないんだけど。ね、タックが来てるけど、ちょっとやっぱり呼び戻し優先かな、この時期は。阿久津。カラスマがいたけどさ、ナルミヤがいなかったね。対左、もらいましたと。で、呼び戻し勝負組だね。まあ、ナルミヤからいくか。ナルミヤってバッティングも強いの？あー、 CC あるんだ。最後のね、一期の聖堂との決勝戦はナルミヤに決められたからね。センターオーバーとかそんな感じだったよね、確か。川上くんが打たれちゃったんで伸び。ナックルって何？握力が必要なの。あ、そうだよね、握力が限界だったんだな。まあ、男なら勝負を選ぶよなと。
ちなみにね、俺作ってる投手の中でね、ナックルを持ってるキャラ一人もいないですね。なんかあんまりね、ナックルをね取ろうって思わないんですよ。さて、まあこういう一打席勝負はボール球を投げられるんだけど、ホームラン打たれたわ。今フォークが結構ずれたよね。打たれるときは打たれると、それでもコーチの評価は上がるから。カラスマ、まあ、カラスマに打たれるくらいだったらサイガに打たれた方がいいからね。と言って両方に打たれる可能性があるから。低め丸、勝ち運とか発動するんだ。すげえどうでもいいわ。わあ、今ちょっとねギリギリのところを狙ったんだけど、よかったよかった。ああいうのたまにね、内野安打みたいな感じになるから、マジでバカなって感じだよ。いや、いいね、ここら辺で経験点がもらえるのはかなりでかい。でコーチの評価も上がって、ナルミヤのイベントが走り出したと。体力はあるので上にしましょう。やる気上がるんだ。ほうほうほう、これは来てるね、でかいね。阿久津ね、阿久津なんだっけ、緊急当番とかだったっけ。もう一個違う、犬木くんじゃなくて阿久津くん。緊急当番はコツ持ってたっけ、ちょっと分かんなくなってきたな。尻上がりって取っちゃっていいよね、神楽坂くん持ってるから。重い球も取っちゃおう、1で奪三振を1で取るかって言われたらちょっと微妙なところがある。緊急当番あるね、取っちゃおう。要所ってね、最後のデートのところで手に入る可能性があるんで残しておきましょう。ちなみにね、5回目のデートでコツをね4種類もらえる可能性があるんですけど、潰したからといって対象からね外れるわけじゃないんで、緊急当番もね、くれる可能性があるんですけれども、今取ったじゃないですか、取ったからといってコツが対象から外れるっていうことではないので。また来てるね、変化球とかがちょっと多めになってきたかな。3種類目を覚えますか、まあ、スライダーだな普通に。とりあえず333にしてからあとをどうするか考えよう。なるみ、あとなんだっけ、勝ち運潰したよね。あ、投手か、投手をどうするかか。520精神ポイント、投手もな、こっち1だと130とかだった気がするんで、さっき見たとき、それはちょっと重いよね。奪三振はじゃあここで潰しましょう。これなんだっけ、つけてもらおう。体力下がるんだっけ、これ下がらない、いいね。喧嘩だ、喧嘩は体力が下がるんだよね。で、単なるワンタックくらいだったらコーチと練習した方がいいんだけど、キューパーか、もうすでに1回やっちゃってるからね、怪我を。ここで対左がもらえますと。3は欲しいね、3は。一応これだとね確定分が2なんすよね。でうまくいけば4まで持っていけると。で犬木くんの精密射撃も走りましたね。大丈夫かこれ、あとイベボイコットしてる時にねイベントが起きないんで、っていうかさ、体力回復しないのか、さっきのやつちょっとだいぶ戻っちゃうけど、わあ体力回復しないんだここのデートでは。まあでも 6% くらいだったから、美味しいけどコーチがどうなの、ちょっとこれはな、やっぱコツタスタックはでかいよね。
で阿久津はもうキレも潰してあるから変化球ポイントをくれて合計で100以上経験点がもらえるんだけど、次をもう1回回復に当てないといけないんで、まあどうせいつものパターンで俺は目先の経験点に走るからな。でセイラちゃん5回目って体力回復するのかな。それによっては一回寝ないといけないからね。おお危ねえ、笠原くんミート F のくせにパワーはあるのか、割と打ってくるね。こういう時にさ、なんかモブキャラがさ積極打法を持ってたら嫌だよねもうこういうのに関してはもう振るなって感じだからね。慎重打法だっけ、なんかそういうの持ってればやりやすいかもしんないけど、積極打法の強心多用とか持ってたらさすげえ持ってかれそうだよね。逃げ玉か、逃げ玉はもう潰しちゃっていいかな。じゃあ2で根性もそうか使うのか、精神ポイントを対強打者、対強打者ももう取っちゃおうか。バント封じも取っちゃおう。で、コントロールじゃ B にしておいて、球速は一応145までいけるか、145まで上げとこう。精神にコーチがいないかな、いない、スカウト参加。そうか、ここはあれだよね、試合がないからスカウト評価がね、どうしても上がらないんだよね。で、最後のデートのところで、緊急登板、バント封じ、要所対左の中から、2つですね。で、重複する可能性はあるんで、対左、対左っていうこともありえます。はいはい。緊急登板とバント封じ、両方取ったわ。両方取っちゃったわ。っていうか、セイラちゃん、回復しないし、評価マックスじゃないし、もうこっからは、コーチを追わないとちょっと危なくなってきたかな。確か最後の試験が終わっちゃうとコーチってコツくんないのかな、よくわかんないけど普通のコツがある。いないからここにしよう。阿久津か、監督は大丈夫だね、監督は全然大丈夫だね。阿久津、まあ、レンちゃんはもういらんちゃいらんけど、神楽坂くんはリリースがあるんでリリースは取っておきますか。そうすると対左が2だね。玉持ち、体力がない。これはこれはこれはコーチ 8% かどうする、やっとくで追加練習はもうマジ無理だから無理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 、限界です。これちなみにさ失敗するとどうなんの、俺失敗したことないんだけど。あ、くれた、よかったよかった。で鳴宮がこれ2回目か。でナルニアは普通のイベントが起こってないよね。で、一応見るだけ見とくと無理。おいいね、コツ足す変化球のあれか、タックとコツが来てくれると結構嬉しいけど、もう一球種増やすかそれとも444にするか結構悩みどころだな。もうちょっとだけ置いておこう。タイピンをくれ、居抜き、打たれ強さ、これは俺もジュースが飲みたい。いいね。そしてさらに鳴宮、
コツをなんかくれ、練習。結構普通にタックが来るね。コツ、ああメンタルに来てる。阿久津やっとこう。あとセイラちゃんか、そうかセイラちゃんの評価を上げないといけないんだ。もう一回くらい練習しないといけないのかな。で6月の3週で、あとは居抜きが何回進んでる。セイラちゃんはイベント終わった、ナルミヤはまだ終わってないで、神楽坂くんは前イベだからいいとして、レンちゃんも前でしょ。阿久津とかも終わってねえじゃん。ちょっとやっぱりイベント数が厳しいね。1人戻しとくべきだったが、居抜きあたり戻しとくべきだったかな。先にもう7月になるからね、これは誰か完走できない可能性がありますね。闘志もう闘志は取ろう。どうする、巨人像269か。左キラーやっぱり重いね。もう1欲しかったな。2でもねこれだけ使うからね。ちょっと待ってね、まずは闘志を取る。玉持ちも潰しておく。もう要所とか取っちゃっていいよね。安全圏も取っちゃおう。速球対抗心とか、左キラーはもういいか、取って、でここで強心臓を取るとやっぱ精神がだいぶなくなるね。もうちょっと置いておくか。スタミナはじゃあ C にして、変化球ねどうするかだね。444でも目指すかやっぱり。でセイラちゃん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 いたー、メンタル、あちょうどいいか、やろう。まだ7上がるか。ピアノを弾くと体力が回復するんだけど、特に体力はあるんで筋力をもらっておこう。ちょっとセイラちゃんを見てみよう。まあ、完全にねマックスまで持ってかなくてもいいんだけど、わかんねえな。もうレンちゃんは4割は絶対大丈夫なんで、まあ、最悪1回デートするか。で春上って基本的にみんな強いの。サクッと行きたい気がするけどサクッと行こう。ちょっとデータを見て春英の人たちを見てみましょう。まあ、投手はいいとして、キャッチャーやる気ねえなこいつら。ヘッスラ、あこいつらみんなヘッスラ持ってんだっけ。いやキャッチャー能力低いわ。ファーストは、うわーファーストこいつクソだな。3年のくせにこの能力かよ。3年間何やってきたんだあここか、小平君がいるか。でサードは才賀がいるでしょ。ショートだな、肩 G とか終わってんな。こいつ足がめっちゃ速い、アベレージヒッター持ってんじゃん。こいつでもパワーがあんのか。まあ、どっち出すかって言われたら俺こっち出してほしいな、堀江くん。さすがにね肩 G はショートでやめてもらいたい。こう菅沼くんがわりかし強いね。あと矢部か、そこまで強いってわけじゃないな。俊英も見た感じ球速どこまでいく。148か、まあ、148にしておくか。150は欲しいんだよねやっぱり。あと精神ポイントがあればな、根性もやっぱり取っておきたいんで。いちごくんかな、ラズベリーだからあれか、果物かすっげえ今更だけど。よし OK、 順調順調で決勝は波動か。
波動はどうしようかな。いやー、これは完走できないな。一人呼び戻しておくべきだったね、やっぱり。セイラちゃん練習すっか。6、これで一応マックスにはなったね。で、犬木くんは完走したか、精密機械。これはちょっと無理だな。無理だね。寝ておくか、おとなしく。ここどうする？ピンチャンで行く？やっぱり牙を打ち崩せるほどのちょっと打力は感じられなかったからね。で、タイピンどうすっかな。欲しいといえば欲しいんだよな、騎馬戦に。精密機械は取っておきましょう。根性か。ここで100失うのはな、でかいからな。まあいいや、ちょっと置いておこう。やっぱりタイピンは5で掴みたい。いきなりか。誰、金原。もうやだよ、金原は本当に。アベレージヒッターと内野安打でミートがエースだからね。今入れるつもりで決まって。 BB だっけ。チャンスじゃん。しかもよし。あれ、才賀がファーストやってる。才賀ってファースト守れんだっけ。なんなのこの。やっぱり俊英の打力はちょっと信じきれるほどはないね。金原はな、出したくないな、マジで。なんとか抑えたい。ストレートはボール、カウンター2ボール1ストライクです。投げた、打ちました。うわ、やっぱりここで際が来るのか。パワーヒッター強振にしてんな。一発狙ってきてるか、9回だから。え、今の入んないの、やばいな。これはちょっと、しかし俺は勝負する。終わった。ボールを先行させたのがちょっとまずかったね。大体さ、波動高校ってさ、自分でやった時さ、こんなみんな強かったっけ。円卓とかね、あのアプリの方なんですけど、自分でサクセスやるとみんな超弱いからね、円卓のキャラクター、一般兵。おかしくない、そういうのって。まあ、海道高校はねさすがに強いけど、みんなよーし、守備固めしてきたね。キバー、まずは矢部が出る。菅沼持ってけそうだな。ほら、よし、サイガこいつを持ってこう。まずは同点にする。こうか、このジャイロボール無理か。よーし、さすがだ。あと下位打線でなんとか1点もぎ取る。小平も狙ってけんな。小平の弾道っていくつなの。まあここはちょっともう普通にいくか。そう、俺のあの失点がなければ勝負はついていたのに。あれ、こいつ何、なんでミートが光ってんの。堀口とか。よし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 。まあ、ホームラン打たれた分ちょっと点数がもったいなかったけど、しょうがない、それはもう俺の腕なんで。りんちゃん OK、 特にって感じだよね。何が欲しいかって言ったら
スタミナ直上げしとく？スタミナ直上げしとこう。4。よしよしよし、結構でかいな。で、ドクター系。浮いたか。まあ俺もさっき弾浮いたからな。弾が浮いて牙に打たれたからね。気持ちはわかるよ。で、あ、靴か。まあやっとこう。さて、こっから先どうしよっか。もうポコポコ打っていくか。打っていこう。で、変化球はスライダーを上げて、第2球種もね欲しいけどね。これちょっとタイピンはきついかな。次はだって寝ないといけないでしょ。精神にコツが来てない限りはちょっと練習できないんで。お待たせしました。すげえ入れられてんな。菅沼くんはね、マジしまった。打ち損じてしまった。最後。ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で最後。今日は三振とフォアボール。アウトコースの際どい。これは際どいね。投球は三球目投げました。バッターの足元。次は四球目投げました。四球目。ちょっと待って、際どいね、鉄砲塚くん。第五球投げました。打ちました。痛烈。おー、持ってけなかったか。負けたねこれは。いや、分からない。小平。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で小平、今日はここまで3打数1安打。小平。とりあえず次からどうなる。いや、いけるはずだ。よし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 。こいつアベレージヒッターなんだ。ただ能力がクソすぎるから。いや、下位打線頑張ってくれたね。なんとかなんとか首の皮一枚つないだ。まあ無理だね。寝よう。崖の森か。球速をとりあえず150にしておこう。で、最後のねエピローグ経験点は2人分もらえるんで、まあもうちょっと上げられるかな。さあ、頂点に俊英先制のチャンスです。菅沼ランナー2塁という場面で菅沼。ネクストバッターサークルには最後第2球。二塁まで行けないか。二塁まで行けば最後に回ったんだけど、小平君。小平君もねガンガン強振させるから。ほら、さすがよ。なんだろうこの点の取られ方は。ちょっと待って、これは見送る。第3球を投げた。あー、フォークか。第4球を投げた。これは入ってこないよね。カウンター2ボール2ストライク。ツーシーム。とりあえず1点。よし、ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、ヒーロー小平くん。小平くん、これはもうプロ行き確定だな。あとない変化球やっとくか。変化球しかやることないもんね。そうだね、やっぱりイベントの関係で一人は戻しておくべきだったね。ではではでは、ちょっと強心臓取っちゃいましょう。うわ、一気に減った。伸びかー。せっかくコツ1あるから1段階くらいは。あー、ドクター系とんの忘れてた。ギ
術が少し不足してるかな、そうすると。まあいいか、とりあえずこれでいこう。で最終的にスタミナは B まで持っていって、コントロールはもう上げられないね、技術不足で。あとは特殊能力をちょいちょいちょいと取って完成かな。これ絶対取られるね、初回の方に。アベレージヒッター、虹谷からか。点をもぎ取るこの下位打線軍団で。大体さ、ミートGなのにさ、アベレージヒッターってどういうことなの。フォアボール、ストレートのフォアボール、満塁のチャンスにバッター板垣。虹谷何を警戒してたんだ。第2球投げた、ボールカウント2ボールノーストライク。コントロールが乱れてるね。球を投げました、入れてくるかこれは。さあ4球目打った、カスすぎるわ。サイガ、やっぱりサイガだよね。そしてまた点を入れられてるか。こいつは何なんだろうな。パワー G って、パワー G ってどれくらいなの、その実在の人からすると。変化球ストライク、アウトコースへ投げました。もうカウントは外へ逃げるスライダー。第3球を投げました、打ちました、ライナーだ。おお、頭越えたか。小平君とかだったらそうもいかなかったな、変わってるし。ツーアウトランナー2塁というやはりサイが強い、サイが普通に強い、当たり前なんだけど。チャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で打ちました。初球打ち。俊英。俺何失点した？点は4点取られてるけど、全部俺が取られたのかな？全部俺だ。でね、スカウトさん評価がね、どうしても上げらんないんで、全然追ってないよね。4位かよ。1回も追ってないよね、スカウトさん。そういえば甲子園優勝して4位かよ。10ポイントしかくんないんだ。あれ、セイラちゃんってエピローグ経験点少ないんだっけ。60しかくんなかったな。いやでも評価はマックスのはずだよね。しかも重い球くれたし、まあ、レンちゃんがね PSR プラゴをお借りしてるんで、まあ、その分フォローしてくれたけど、7900、悪くないね。まあ、強化俊英のね時にね9000点チャレンジはちょっとやっておきたいよね。って言ってもね、俊英自体はそう爆発する高校じゃないんで、まあ、手堅くいかなきゃいけないんだけど、取れるもんを取っておきましょう。なんだっけ、まずはそうそうそう、まずはこの超尻上がり、根性使うね。ちょっと待ってね、根性を取る精神はあるか。変化球どうしようか。400あるのか。400あるってなるとな、第2変化球も覚えたいっちゃ覚えたいんだけど、第2ストレートか。超スローボールはマジでいらないんで、球速は150あるから筋力使っちゃっていいか。で、もう一個覚えられるのか。1でもいいやつ。あ、サークルチェンジ覚えらんねえ。足んねえ。そうすると、チェンジアップ。チェンジアップ覚えよう、下変化球で。よし。それで、あと余ったのをちょいちょいちょいと、弾道2にしておこう。パワチャレでね、回ってきたときに。なので、あとは、打たれ強さは1にしておいて、速球対抗心、取れそうだね、多分。ドロー。ポーカーフェイスはさすがにいらない。打たれ強さ取れる。で、あとは基礎値を上げましょう。ほい。よし、これでいいね。かなりいい感じで使い切ったと思うんで。というところで、左キラーを取って完成しました。まあね、セイラちゃんのね、最後のデートでね、
まあ、もうコツ1手に入れれば少し技術に余裕があったかもしれないんですけれども、まあ試験は確か全部満点で通過したよねっていうのと、阿久津のあれかイベントが完走できなかったんで、まあ、1人くらいはね最初の方に戻しておいた方がいいかもしれないですね。ちょっと強化集英久しぶりだったんで、こう流れがあんまりつかめずにやりましたけれども、まあそれでも全然いい選手は出来上がるので、やっぱね投手がおすすめですね。あの強い投手を作っておきたいんだったら強化集英中に、作っておくのをおすすめしますというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。